「聖書の人々」と題して聖書に書かれている人々のことを紹介したいいと思います第1回目に「聖書は誰のために書かれたのか」ということでまず話を進めたいと思います。 非常に若い頃から聖書に親しんできた人々は、良くも悪くも何の不思議も感じないで、素直に聖書を読んでいることでしょう。しかし、大人になってから初めて聖書を読む人には、まるで霞がかかったように未知の世界が広がっており、困惑することが多いかもしれません。 冒頭の創世記には、全知全能の創造主により、無から天地万物が作られた一部始終が記されています。地球に始まり植物、太陽と月星、空を飛ぶ動物、民水に住む動物、そして陸の動物が作られたと書かれています。 こうして地上の準備万端が整えられてから全能の神の見姿を映して人が作られました地球天体植物をはじめ動物も人も作られたものはすべて完璧でした無からの万物の創造は 被造物である人間の科学によって私的に解明できることではありません例によって初めて超自然的に納得することができる世界でありますさらに完璧という状況もまたありえない理解不能なことに思われます最初の人は 完璧な世界に命をいただきながら自分を作ってくださった創造主に背いて全世界を奈落の底に落としてしまいました。全能の神への反逆の罰は死です。人だけではなく動物に植物に土にも。 瞬時に創造主の呪いが及びましたそして滅びの坂道を転げ落ちることになってしまいましたこの経緯とその後に起こった出来事を創造主は赤キラ,ラに記載されました先祖たちの生き様は必ずしも誇れるようなものではありませんが 主があえてそのまま書き留められた理由は分かりません歴史の様々な側面のうち私たちが知っておくべき重要な人物そして重要な出来事を選んで記録されたのだと思われます万物の創造から6000年 イエス・キリストのご降誕、十字架復活焦点そして聖書の完成から2,000年経っています。聖書は罪深い人類に与えられた創造主ご自身の著書ですから主に心を開いて素直に読めばそんなに難解な書物では なないはずなんですしかし残念ながら人間の中に潜む悪の性質は長い年月の間にどんどん増殖して種の書物をきちんと読む妨げをしてきました。人は自身の生まれ育った環境民族性別 宗教なのに心を支配されていますそのために「各人各用自己中心」に聖書を読みますから異なったさまざまな聖書解釈が生まれてしまいました。この信仰の問題に政治が絡んで西方教会と東方教会に分裂したことを皮切りに。 分裂をを繰り返すといいいう悲ししし事態を生み出しててしまっています20世紀半ばまでさまざまな差別が世界を覆っていましたから神父牧師という職業の人社会的な教者そして男性の視点で聖書が読まれ解釈されてきました。 昔聖職者しか聖書を読むことができなかった時代のその悪兵をそのままずるずると今に至るまで引きずっているように思われます。したがって聖書を自立して読む力はそもそも初めから培われてこなかったように思われます。 エルサレムから遠く離れた東南アジアの一角に位置する日本にキリスト教が伝えられたのは16世紀でその後、激しい迫害のために衰退しキリスト者は息も絶え絶えの状態になってしまいました第二次大戦の敗戦で焦土と化した日本は 主権をを奪われ自信誇り尊厳を喪失してししてままいましたアメリカの占領下で信教の自由を与えられましたそして大勢の宣教師が送られてきたので窒息を免れて息を吹き返しましたしかし 日本人の信仰の土台は八百万の神々狐やタヌキ石や粘土をこねて人の手で作ったものでも何でも神にして拝む土着の信仰でしたそこに入り込んできた仏教や儒教や神道など教えによって人々を導く宗教に 日本人は慣れ親しんできましたキリスト信仰は慈愛に満ちた神であるキリストへの絶対的な信頼信仰であり教えはその後に自然についてくるものであります聖書を全知全能の神の著書として受け入れることは 日本人には理解しがたい世界です。聖書も仏教の経典と同様に人生の目標行動の指針を与えるのみの道徳書と見なしているからです。21世紀も20年を経過し社会的な差別意識にやっ と目が届くようになり強いたげられてきた人々の視点も聖書会食に配慮されるようになりましたただ2000年に及ぶ歴史の重圧は容易に拭いされるものではありません今もってこの黒雲は地球全体を特に日本の上空を覆っています 私はイエス・キリストを信じる恵みを受けて聖書を読むようになって大きな違和感を覚えたのはこのことです。聖書が権力者の視点牧師の視点そして男性の視点でしか読まれていない。聖書は正義と慈愛にあふれ 弱者をいたわる書物であるのにその書物を語る人々は別の視点で読んでいるように思えてならないのです聖書に書かれている人物を権力者や男性強い立場の人々の視点で見つめて聖書の人物の行動を語り評価し褒めたりけなしたりしているのではないでしょうか 歴史的に一人前の人としての自立を奪われ社会的弱者の位置に置かれ続けた女性の視点が聖書解釈に入っていません。女性も聖書を手にする機会は与えられましたがさまざまな要因が絡まって受け継がれてきた聖書解釈から抜け出せていません。 女性の自立を妨げるために、聖書がしばしば悪用され、しかも女性たちは、それが神の命令だという錯覚にとらわれて従っているような気がいたします。私は社会的弱者集団の中にいる女性の一人として、 聖書に書かれている出来事や人々を見つめ直し聖書の人物を紹介したいという熱意を与えられましたキリスト社の特に専門家たちの今までの共通の理解とは大きく食い違うだろうと思われますがだから品縮を買うだろうと思います。 しかしあえて一石を投じて聖書は聖職者や学者に向かって書かれたものではなく弱い罪人たちに語りかけられた書物であるという原点に立ち返ることができたら幸いだと思います。